お高架橋がチラチラと見えたね。なちょっとチラッという感じでね。そうですね、はい、行ってみますか。もうちょっと見ましょう。このチラリズムがいい人がいるかもしれません、ね、はい、私はそんな趣味ございません多分大丈夫です、ね、あ、踏切が、はい、高架橋見えないけどなんか踏切ありますね。あ、わ、すげえ、はい、これか。2階建て、ここはもう2階建てになってますね。これですよ皆さん、2階建てってちょっと信じられないでしょ、これは。で、こっちはまだ2階にはなってない感じですね、はい、大阪、あ、そうです、上をまたいでるのが大阪東線になります、はい、ですね。右側にちらっと見えてる高架橋が千里線の高架橋になります ね、 これね。で、これが京都 線で、はい、で、あれが千里線、はい、そして大阪東線という、これは梅田方面から来た河原町方面行きの電車です、はい、だからこれがあれでしょ、上行くんでしょ。そうです、そうです。今のどっちですか、京都方面どっち行くんですか、これ2階の京都方面は確か下やったと思うんです。あ、下です、はい。で、これがあの大阪方面というか梅田方面、梅田方面は上に上がる。はい、ただいま前輪車踏切道から、阪急の京都線の線路沿いまっすぐ行ってます。下り線というのは梅田方面行き、うん、上り線というのは京都方面行きになりますので、うん、やっぱり下り線が上に行きます、うん、まあ3階が京都方面、うん、4階梅田方面で、うん、梅田方面行きの屋根の高さまで行きますと、大体高さ30メートルぐらいの高架橋ができるということになります。なんかおー、すごいすごい。踏切の横にはなんか高架橋のイメージが、高架ができた時のイメージが分かりやすく、はい、ということで、はい、あ、これか、あ、で、ここが京都線の、あ、今向こうに見えてますね。あ、見えてます、あ、でっかい見えてます、線路が。これがあの上に行くんですね、上に。あ、京都駅から下になるのか。この上が梅田方面、下が京都方面の線路が通る高架なんです。ちょっと見てみたら、踏切から、はい、あの真上真下の2段じゃなくて、ちょっと上の段と下の段が斜めにずれてきてると思います、はい、右と左でね、右と左、はい、はい、で右が梅田方面駅、左下の方が河原町方面駅の線路が通るところ。ここからね、こう、はい、ここからだから徐々にこう2段が解消されて高架が終わっていくというイメージになってきます。さあ、このごっついビルの横、新幹線、上りの新幹線が通ってますけど、微妙に頭見えました。頭だけ見えました。何本足これ並んでるんでしょうね、東京行くまでにちょっと待ってください、それはやめてくださいそれだけはやめてください、東京新幹線の橋脚巡りはやめてくださいな踏切巡りのフィールドワークですよ。ついに来ましたか、踏切。我々の時代ですよ、ね、見事に大学生っぽい人ばっかり。 あ、これか、歴史を刻むラーメン、そう、これすごい、アルバイト大募集。我々の時代は来てなかったかもしれないですラーメンに負けた踏切をごたなきの踏切のね、これ千里線の名物踏切。そしてこの鳥居、そして梅田行きの電車、北千里からやってきた。ここも高架ですか。ここも高架です。 あ、そうか、これがあるから、はい、これがあるから吹田市内の1個目の踏切まで。ああ、そうか、高架です。駅の名前なんでしたっけ、下新城。あ、下新城ですか。え、まさか昼ご飯またあそこですか。うん、ファミマしかないんじゃないですかここ前回3人で歩いた時の同じ場所でそこで食べます、ちょっともうそこちょっと休憩しましょうか。もう、はい、あの駅のすぐそこにファミマあるんで、はい、そこで下新城踏切道、はい、小浦下新城店ですね、ファミリーマートの何のこっちゃ、はい、はい、お昼ご飯いただきました、はい、偶然にも僕とタブさんが同じサラダを食べるという。あ、はい、スパゲッティサラダ、頑張りましょう。これすごいですね、ここもね、ここもそうです。結構鉄筋がリアル、鉄筋がこっちに伸びてきますね。ああ、ほんまですね、こっちにも足ができる、こっち足が立ってという形になりそうですね。あ、で、ここがその前回の千里線の取材の時の、まあ、いわくつきの場所というか、運命の女子大生のお姉ちゃんに会ったところです、ね、出会ったとこ、ここにレンガ積みの、はい、ここね、灯台があったと思うんですけども、このですよね。そうですね、このコンクリートの、はい、あー、厚みの部分だから、やっぱなくなってるか、なくなってしまいましたね。東海道線が走ってた時に建築された兄弟だったんですけども、動画のリンクは再生画面下の説明欄に貼ってますんで、はい、ここ歩いた時の女子大生のお姉ちゃんもちょっと映ってます。結構交通量多いところなんで、おちょうど走りました、阪急は、はい、ここですね、今緑風橋の下ですね、僕らここにいます、はい、ここから今行きます
あれにゃんこ、お、これね、はい、お、ここか、タブさん、これですね。ここはまだ明治が残ってません。あれね、あ、丸いやつね、丸いやつ、円柱のやつですよね、多分。あ、手前のやつか、細長い、あ、アイスモナカみたいな、アイスモナカみたいな、アイスモナカみたいな形のやつです。北千里駅、普通ちょっと分かりにくいんですが、その手前にも橋があって、はい、それがちょうど貨物船の、ああ、はい、これ緑風橋ですね。緑風橋です、はい、渡ったら吹田、はい、向こうね、吹田ですね、はい。大阪東線の試運転電車と、すごい、飛行機が上を飛んで追っかけていっております。おお、あ、めっちゃカーブしてますね。あ、そうですね、そこのカーブの先に南吹田駅が、こっちが貨物線の神崎川橋梁になります。はい、あ、これね、これが上等貨物線、はい、でこっちが大阪東線になります。あ、どっかで交わってるんですかね、それ。このほんすぐそこ先にですね。あの、けど大体あの辺りやなっていうのは、あのポインターがあるんで。ポイントの渡り線は見えるんですけど、はい、まあ、ではここから北の区間は、はい、この単線の上等貨物線があって、はい、この先ずっとこの単線が、うん、淡路通って市議の花手までつながってたなんですけども、はい、まあ、あの大阪東線ができて、ここから北側は全く新しい線と、ここから南側はその単線だった貨物線を複線にして旅客線化したという形になります。 あ、まあそこ駅がちょっと分かりますかね、橋の向こうに、まあ、駅らしい構造物が、構造物というか、ああのホームの壁が、白い壁が注い立っている、すごいカーブなんですね、本当にこれ。そうですね、ここ新しい駅にしたら珍しくカーブの途中に、そうですね、緑風橋戻ってきました。 JAL が飛んでいきます。あ、本当だ、緑風橋。でも土曜でも作業は、あ、そうですね、進めてありますね。事務所があります、あの休憩事務所、ね、初めて見た。あんな、これ多分なんか土とかね、はい、あれ石かなんかぶっ壊した、ね、わ、すげえ、なんかいろいろな、分からんけど、こういうのってあのこれから使うやつなんかもういらんやつなんかよう分かんないやつ、ね、あれが明治、あれが明治だった、この2つが、はい、この横の横のやつがちょっとすみません、調べきれてないんですよね、はい、電外から向こうが明治かなとか思ったんですけど、そういう感じがしますけどね、うん、あそこまでどうやって行ったんやろうと思ってしまうクレーン車、ね、何してるんですかね、あの今あの筒で、あれ、ね、もうさっぱり素人には分かりませんね、あれね、あれ何してんだろう、あのクレーンは何を釣り上げてどうすんやろ、うん、あ、分かります、あ、ちょっと撮らせていただいてます。やっぱりこのクレーンで上げるんですね。そうですね、新しい線路はこっちの神崎川橋梁に来てってことなんですか、ね、渡ることになると思いますね、手前渡ることなんですね、はい、4回見るとこうなってるんですね、こっち吹田ですね、あっちが淡路、はい、下神戸、はい、もともとはここを走ってたんですね、紫というか赤紫でよく、はい、ここ通って、はい、まっすぐ神崎川を渡って、はい、下神戸に向かってたんですけども、うんうん、この緑の線が今の現在線、今実際に現在電車が走っているルートになります、はい、足に振って、まあ、さらに神崎川のあたりでは工事の関係か、もっと余計に東に振って、はい、ちょっとまたこっちに戻ってきて、はい、下新城に至る、今まさに電車通ってます、はい、そうですね、はい、井戸口橋梁かな、ここがあのレンガが昔あったところ、はい、あ、これね、さっきちょっと横通りましたけど、はい、もう今レンガのない場所ですね、はい、あ、僕ら今いるとこここですね、4と5の間の4段面と5号段面、この辺りか、まあ、一応ここ来たらなんとなくこの橋梁の、ね、工事の全貌が分かるというか、ありがとうございます。いえいえ、はい、じゃあどうしましょう、行きます、踏切もう吹田市ですね、ここが支線神崎川北踏切、ここから線路が曲がって東に降っているのがよくわかるかと思います。あそこが橋梁の部分ということですね。なるほど、踏切は渡るためにあるという。もう二度と渡れないかもしれない。これね、あ、曲がってる曲がってる。はい。うわ、風が。はい、今淡路駅降りました。タブさんも乗り放題チケット、はい、ットバンちゃんのも乗り放題チケット、はいはい、あ、これね、はい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 、なんかペアルックみたいな気持ち悪いですけど気持ち悪い、そういう関係じゃないですからね、はい、ということです